はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていくんですけど、今日もねヒャダインさんの最強の構築を使ってマスターボール級目指していきます。早速対戦やっていくんですけど、対戦相手の構築キスいるね。人も欲しいな。人も欲しくて、アシレにもまあまあ強いね。人目から入ってもいいんじゃなかろうか。で、ヒヒダルマ。通すならこれミミッキュだな。だから、ヒトム、ミミッキュ、アット1みたいな感じで。誰だ？ドラパー特殊だとギャラはちょっとしんどいね。かといって、ヒトムミミッキュ、まあギャラドスでもいいっちゃいいか。ギャラドスでいいね、ラスト。じゃあこれでいきます。まあね、ヒャダインさんもこっちが最強なんで、土俵ナットの受け選出ね、あの陰キャ選出をしなくても強いと。初手誰だ、キューコンから来る。となるとその積み展開はちょっとうざかったりはする。フリーズドライ考えるとギャラドスにもし出したくないから、ここでミミッキで暴れてギャラドス、オバヒで取るって手もあるけど、取れるかな。助け残せんだったら残したいか。ベールから来るよね。助け残せるなら残す立ち回りで、ボルチェンから入って、硬ぇなぁ。オーロレベルあると硬いね、ミミッキュかなぁ。ヒヒダルマから入ってもよかったのか。まあでも剣舞だな、しょうがないわ、言っても。ヒヒダルマから入って例えばフレドラとか打つみたいなのもあったけど、フリーズドライ、これあられダメと命の玉でちょびちょび削れていくのがちょっと気になるか。ただここをミニッキュで取って、でダイマックス使わないで取って、ギャラドスダイマックスして通せるんだったら勝てそうじゃない。ドラパがちょっと特殊の場合がしんどいけど、じゃれつくかな。ここ剣舞したからじゃれかげで飛ばないかな。これはダメージしょぼいと思うんだよね。当てる、オッケー。あ、いきそうじゃん、じゃれかげで。次のあられプラス玉ダメも耐えるね。つぶてあるとうざいけど多分ないんじゃない。オーロラベール、ムーンフォー、フリドラ、身代わりかレードとかだと思うけど、オッケーオッケー、通る。でアラレターンもだいぶ減ってきてると思うよ。ニンフー、そうですか。オーロレベールもこのターンで切れるね。まあ影打ちじゃないかな。で多分石化があるから出てきてるんだよね、こう出てくるってことは。やった、救助でかい。オーロレベール無視してダメージ入るから、これはだいぶでかくて石化だよね。オッケー、ベール切れてほしいな。ベール切れない、そうか。まあじゃあロトムから入るしかないかな。ここでギャラでダイジェットをしてくっていう手でもよかったのか。
あとそしたら2ターンでしょ。あ、3ターンか、長っ。まあボルチェンかな。ニンフィアはこれで取れると思うから。まあ直帰か。硬いなと思ったけど、こんな硬いんだニンフって。ニンフィア攻撃したことないから分かんなかったわ、硬さが。これ隙作っちゃったな、少しあんま良くなかったな。アクビー、それはオッケー、それは全然安いな。これだったらオーラベル一旦すかせたみたいな認識でもいいね。ダイジェットで取りに行こっか。このギャララムだから、アクビーのねこの展開には強いっていう理由で選出したんだけど、それはうまく効いてるっぽくて、で裏のロトムにタスキがあるから、だいぶ悪くない展開だと思うけど、ギャラドスに対して出てくるポケモンの攻撃1回絶対耐えるでしょ。オーラベルにも強いと思うんだよね。ダジェイットいいね。やっぱヒャダインさんが考えたギャラドスは強えわ。ヒャダインさんすごい。オッケー、ニンフ倒れる。寝るけど、ラムのミト。いいっすね。ちなみにラスターミミッキュー。ならストリームをしときたいかな。ダイジェットでもう素早さ関係を逆転してるから、次の水技の攻撃力を上げておきたい。ここ剣舞なのかな。まあ相手側に逆転の目があるとしたら剣舞か。で次を大ウォールするのかな。剣舞。ここ大ウォールしそうだよね相手。ここロトムに引こっか。相手的にはここ大ウォールでダイマックスからして、耐えつつ大ホローみたいな、大フェアリー大ホローで落とすみたいな多分無理だと思うから、ダイマックス。だからここ普通に大ホローとかんだったら、こっちは突っ張るのが正解っていうか、それしかなかったんだけど、どっちだろう。大ボールすると思うけどな。相手視点だったら僕は大ボール押すんだけど。ボール OK。で、タスキーで耐えながら下からボールチェーン押せるから。いや、普通に強くね？いや、強くねって強いんだけどさ、違う違う、その、なんていうの？どんなもんなのかなみたいなさ、そういう、そういうノリで、ね、ヒャダインさんのコチコチ使ってみようと思ってたのに、なんか、気合の助けとかちゃんと考えられてるわ。こういう場面にめっちゃ生きるんだけど、下からボルチェンすごっえ、ヒャダインさんやっぱちげえわ。ポケンチで構築紹介するぐらいだから。なんでね、ギャラドスも自信過剰なのかなって思じゃないのかなって、威嚇なのかなって思ってたけど、こういう試合展開の時にやっぱり生きるね。ここにミミッキュ引いて、まあ、鬼火刺しても良かったっちゃ良かったけど、外しは負けに直結しそうだから、威嚇2回分で、あと大フェリーとか考えると、これで良かったと思うんだよね。大草原持ってるんだ。それちょっと厄介だけど、言ってもこれでダイマックス切れる上に、威嚇2回分で、剣舞を無効化できてるから、玉ダメも入るっしょ。アメターンがラスト1ターンじゃないかな。だから滝で飛んでくんないかな。待ってないけどね、このギャラドス。どうだろう。まあ、威嚇2回は結構優秀と。で、チビになって。アメターンまだ、これが最後だよね。
滝かな、滝だね。ただまあギャラドスのダイジェット分はなくなっちゃったから、それはあんま良くないんだけど。ウドハンは反動もあるぞ。タイルでしょ。タイルオッケー。急所だけどタイル。すげえ。ヒャダインさんすげえ。おら、死ね。おっしゃー。いいね。これでもう一勝したら、マスターボール級かな。この構築使い出したから負けてないよ、マジで。最初ね、この構築じゃないので2敗してたんだけど、ちょっとヒャダインさんを使おうと思ったら、そっから負けてないからね。だいぶすごいわ。オッケー、じゃあそのままもう一戦いきましょうか。はい、じゃあそのまま続けてもう一戦やってきます。多分これ勝ったらマスターボール級じゃないかな。サブロムもいいね。あと今5月29日でシーズンの終盤なんだけど、ハイパーボール級とかでも全然対戦相手とマッチングするから、人口減ってるように見せかけてちゃんといるんじゃないかな。いや、数字では明らかに減ってるんだけど、シーズン1とかと比べたらね、ダントツで。まあまあ、でもそれは減るよね。それは減ると思うよ。だって、それは最初はやるじゃん、ちょっとは。けど、まあ、だんだん飽きてきて、ね、対戦はやんないみたいになってくるだろうから、しょうがない部分はあるんだけど。オッケー、これで勝ってマスターボール系乗せましょう。またキュウ君おるよ。ラップもいるね。ヒトムの通り悪くないんじゃない。ヒトムと誰投げるかな。ドヒドイデかナットレイは欲しいよね。どっちも欲しい。いや、まあ、ヒトムから入るのは OK だと思ってて、それかヒヒダルマ。バカ力の通りバカよくね。バカ力だけにバカよくね。だるまから入るわ。だるま、ナットレイ。いやー、バンギに本チャールと微妙か。まあでも致し方なしだね。で、ラストなんだけど、ミミッキュー通せるんじゃないかな、これも。ナットドヒド。ラプラスにドヒドで無力すぎるから、ミミックかな。本当はヒートロトムも選出したいっちゃしたいんだけど、まあ、ちょっと微妙なとこだよね。またヒヒダルマになトンボガエル欲しいんだけど、あのヒャダインさんが考えてトンボガエル入れてないわけだから、きっと多分いらないんだよね、ヒヒダルマに。トンボガエルは不要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 不急だよ。トンボガエルは球根から来る。お、色違いじゃん、かわいい。これ上からフルドラ刺してー。上からフルドラで飛ぶよな、ベール貼られずに。ベール貼られないんだったらそれそれでいいか。フルドラ大体バンギーぐらいじゃない通り悪いの。押すか。行くぜ。多分飛ぶと思う。オッケー。スカーフは生きてるね。よし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 。ベール張らせなかったのでかいね。しかも、一体先に取ったから、まあ、ヒヒダルマ削れちゃったけど、悪い展開じゃないと思うよ。バンギが来んのかな。バンギが竜前本地とかだとちょっと嫌か。ラプー。ダイマックスしてくるかな。まあ、ナットに一回引いていいと思うけど。で、ベール枯れてから、バカ力とか押したいな。波乗り。そうですか。波乗りはまあ良いけど、種ガンとか考えると身代わり押せないんじゃない？レイドとかはまあわかるんだけど。で、ラスト、もうヒヒダルマで基本的に勝てるから。いやー、ドリギーかな。ここは。レイド当たらない。オッケー、当てて。オッケー。相手レイドで突破しようとしてるでしょ。これダイマックス使う。どうするのがいいかな。
ただ上からばかり気通るんだよねラプラスに対しても。だから無理に行く必要なくてミミッキュにダイマックス残してもいいんじゃないかな。まあ一回守って、レードが当たるか当たんないかゲームになるのはちょっと避けたいところだけど、次避けんだったら一回ジャイロ押してから考えたいね。いやーまあでもダイマックスで押し込むのはありだけど、ダイマックスで押し込んだとしてラストバンギだったら勝てる、チラチーノも多分勝てるんじゃないかな。ブラッキーは負けないでしょ。ナットだったら TOD してもいいのか。最終的にはそれもありだな。ただミミッキュのダイマックスを残しておいた方が強いみたいなノリはあるよね。ここ2連守る押しに行こっか。トーン内ならレードも外れる。外れない。ただまあまあこれならダルマでリキちゃんしていいよね。ダルマでリキちゃんで飛ぶでしょう。オッケー。強くねこいつ。何こんな強いポケモンみんな使ってたの。これはやばいわ。こんな強いポケモンいたんだ。使って、今までなんかこれ使わずに、さあ、なんか、頑張って受け回してた僕が、バカみたいじゃない？これも突っ込んでいいね。ダイマックス切ってくんじゃないかな。切ってこない。なんかこっちだよ。オッケー。やっぱヒャダインさんの刺したヒヒダルマ、ちげえわ。クソ強え。これで、マスターボール級じゃない。はい、じゃあ最後の3戦目やっていきます。これ勝ってちょっとね、ヒャダイン3構築では無敗でマスターボール級乗せます。アイアントもいいのか。砂吐きのサダイジャを考えるとってとこだけど、ナットミミッキュヒトム、いやーアリがちょっとだるいか。アリがちょっとどころじゃないな、だいぶだるいぞ。ヒヒダルマから入ってだ。ヒヒダルマから入ってドキドかな。ナットレイはどっちか1枚欲しいな。これだったらナットレイかな、欲しいのは。でラストにドヒビで行ってもいいけどな。ただジャランが無理になるか。ミミッキュ欲しいね。じゃあこれで行きます。でヒヒダルマ切っちゃうとアイアントで死ぬから、ヒヒダルマ大事にいこう。で初手微妙なのには突っ込まない方がいいな。これだとまあトンボ帰りにね甘えないっていうことをヒャダイン先生に教えてもらうっていうあれですわ。ニャオニクスから来た。これあんま良くないな。自破なりなんなりあるからナットでそれは受けたい。でナットで自破もらってもストリンダーに対してはそんなに一方的に悪かったりはしないと思うんだよな。レクター、ああそういうノリなんだ。両壁張ってくるからステロかな。アクビー、まあ、ステを負けたのはちょっ
といいかな。これね、寝かした方がいいと思う。宿り様子は。で、交換のタイミングで釣りに行って、あくび、宿り当ててほしいな。オッケー。これは偉い。納豆なんで寝かしたかってだったらストリンダーとかにそんなに弱くないから複数回行動できると思うのに残飯も考えて。で、何出てくるかな。まあヒヒダルマかな。引くのは何に引く。ちなみにジャラランガー、ジャラランガーなんだ。これだったらミミッキュに引いときたかったかな。まあ、言ってもしゃあないからレンチで。引くのかな。まあでもアイアンドとかには引けなくはない気がするけど、そこまでアイアンド削れるんだったら勝ちだね。相手迷ってるなぁ。楽なのはニャオニクスとかに引いてくれることだけど、さすがにそんな甘くないっしょ。あ、通るんだ。落としてくんね。勝った。何こいつ。ソウルビート、何その技。わかんないわ。わかんないわ。いいんだけど別に、なんかうまく決まんないんだったら決まんないで。引き、オッケー。ニャオニクス、レクター効いてるからそんな通んないのか、攻撃が。勝てえな。あ、ナットレ引きだね。で、レクターもう一回張り直されても、じゃらんがあんだけ削れれば、押し切れるでしょ。さすがに。あくび OK。今度は宿り引いた。ジャラランゴー、まあ、ミミッキュいるから多少やばいことされてもまあみたいな。ジャイロで落とす方がいいか。波動弾持ってんだ。一発は耐えるよさすがに。起きてくんないかな。オッケー、えらい。飛ぶんじゃない。オッケーオッケーオッケー。いいね。ネットではね、なんかヒャダインとか言って、ヒャダインのインをなんか、インキャのインにして、なんかドヒドナット使ったのね、レンタルパを紹介する、ヒャダインさんをなんかバカにするみたいな風潮もあったんですけど、やっぱり良くないですよね、そういうのは。ここダイマックスかな。一回守っていいか。どっちみち。あー、オッケーオッケー。で、炎の牙とか押してくんだったら納豆飛ぶんだけど、フレドラで今度、返せるようになるから、だいぶこっちの方が有利で。何持ってるかな。バカ力とかだと思うけど、ダイアークな、どういうこと、なんそれ。まあいいや。あ、赤だったら対策臭いけどな。OK、玉ダメも入ってくね。一回守る。まあ、ここ失敗してもいいや。どっちみち多分落ちるから。まあ、しゃあないね。ダイスチル、耐えんじゃないそれは。耐えるね。だからここを、
ミミッキとセットで落とせればいいわけだから、むしろ玉ダメでアイアンド削れていくのはこっちに分があるかな。ダイスチルだとダイマックスからせば張り切りのおかげで外しの目も出てくるから、それもいいんだよね。 B 上がっちゃうけどアイアンと、それはあんま良くないんだけどね。ダイアークは何読みだったんだろう、わからん。でアドリギレで接触技で鉄のトゲも入るから、当たったとしても当たる、だいぶ削れるんじゃない。うん、これでダルマで飛ぶんじゃないかな。2段階上がっててもヒットポイントも半分だからね。フレアドライブで引いた。ほう、飛ぶんじゃない。出会い頭あんのかな。オッケーオッケー、ニャオニクス飛んで、本当はこれで生き残ってレクター撃たれるみたいなのがちょっと嫌だったけど、出会い頭あるよね。積み技もないだろうからミミッキにこう引いていいや。でミミッキ切りながら、もう一回だるま再展開して、出会い頭も無視していこう。出会い頭ないんだ、突っ込んでよかった、もったいね。あ、これ影で飛ばない、ワンチャン。さすがに飛びはしないか。どんぐらい入んだろう。ああ強いじゃん命の弾やるね、全部当ててきてる。この人攻撃うまい。玉ダメで、ああ飛ぶね。オッケーオッケー、よっしゃー、マスターボール級やったー、無敗だ。いや、ダインさんの構築使ったら本当に無敗でマスターボール級乗ったよ、すごい。みんなもよかったらね使ってみてください。あのツイッターで多分なんかヒャダインさんレンタルパンみたいな検索したらきっと出てくると思います。じゃあ、GG。